け過去が辛くて暗くても昨日よりも不安な明日が増えても悩んだり泣いたりする今日を進め君らしく語られる方ハートゥン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 トゥそら焼きを食う前から、あがたの時とか、なんかレイヤーって言ってくれたりとか、あとなんかそういうので結構救われてたところもあって、でそら焼きを組んでからも、まあその、めちゃめちゃ音取れないのに、まあちょっと、なんかその、怒るとかなく、その、とても優しく、なんか言ってくれて、で本当に、なんだろう、加古さんもお母さんみたいって言ってくれるんですけど、自分にとっても、その、お母さんのような存在で本当に感謝しています。1年間しか一緒になれなかったですけど、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとう。はい、あんまこういうの得意じゃないのでめっちゃ短く、はい、私は加古さんが笑顔で楽しく歌ってる姿が本当に大好きです。はい、でなんかこれから加古さんとカペルとして歌えなくなってしまうのは実感がすごい湧いてないんですけど、まだ、はい、
ずっと笑顔でいてください。はい、ありがとうございます。ありがとう。無理だ。1年の頃から優しくなんか迎えてくれる先輩でいっぱい話してもらって、でもまあバンドはなかったんですけど今まで、でも合宿の時と なんかよくニコニコ笑顔でシュンって呼んでもらえて、でもお酒の席とかに呼んでもらってね、その時とかもうめちゃくちゃ嬉しかったです、心の底から。まあ、空駅今回呼んでもらって、その時ももう、やっと加古さんと組めるみたいな。毎年、新しくなるとね、ちょっと皆さん分かると思うんですけど、加古さんいっぱいみたいな。もう8バンドあるみたいな。よくあるあるなんですけど、それでちょっと去年誘えなくて、でも、加古さんから誘っていただいて、めちゃくちゃ嬉しくて、2つ返事で返したと思うんですけど、確か合宿の時に。それでまあ今回行くんで、まあ、変ないろいろくだらん話とか練習で集まって話して終わった日もあったぐらいで、まあ短い組んだ期間とは思えないほどいっぱいいろいろ話したし、思い出もできたかなと思います。もうこれからカペルで加古さんがいなくなると思うと、その自分がね加古さんみたいにできるかっていうのね、全然イメージがわからないんですけど、まあ、できるだけ近づけるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとう。ちょっと待ってよ。やばこ。そうですね、まあ加古さんに失礼で言おうとしてたことは前から言う。1年生の頃は、まあ、その1年生もう1年生か2年生とかは知らないかもしれないですけど、その2、1の同期とあんま馴染めなくて、まあ、その僕が悪いかもしれないけど、その状況はでもなんか仲良くしてくれて、なんか、うん、なんか大切な人っていなくならないと分かんないかった、分かんないんですよやっぱり。だから当時は気づいてないですよ。1年生の頃は加古さんなんか気遣ってくれてたんかなみたいな、今思えば。それでなんかもし加古さんいなかったら今僕焦げ立てないかな、なんかカペルにいる理由も加古さんだから。だからまあ、うん、最後でも寂しい、まあ、ありがとうございました。ありがとう。すぐ会いましょう。はい。
前にいるね。ありがとう。すいません、ちょっとね、巻きでいかないといけないところなんですけど、欲しがりなんですけど、ちょっと2曲目に行きます。すいません、あともう2曲あるので行きます。先ほどお送りした曲はワニマさんで共にで、続いてお送りします曲は心安の噴火で体の進化まだ燃えているんだです。最初本当に自分でも言ってたけど音が取れなかったりしたけど、うーん、諦めないからレイヤは、そのまま絶対続ければ大丈夫だから、いっぱいいろんな人に教えてもらって
大きくなるんだよ。お母さんいないからね。ありがとう。ありがとうございました。カノンはいろんなアニメがをねやったりとかしてますけど、こういう曲をやったことはなかったから、多分最初ねすごい難しかったと思うけど、もうずっと練習の休憩の時も歌い続けてたりとか、そんな努力かな、この歌に真摯に向き合ってるカノンが私はすごく尊敬してます。いろんな曲を歌ってもっと上手になってね、なれるから。シュンか。シュンは組んだことがなくて、本当に組んでみたくて、グリスさんのがすごい上手な、ベースの中でも上手な人だなというイメージを持っていて組んだんですけど、本当に弟みたいに本当に気さくに話しかけてくれて、なんか最後に誘ったのがシュンでよかったなって本当に思ってます。難しいこともさせたりしてるけど答えてくれてありがとう。もっと難しいことしてください。はい、ありがとう。山子はさっき馴染めなかった時の話をしてたけど、私は別に気を使ってたとかそういうのはなくて、一緒にいたかったからいただけて、今こうして後輩とか先輩とか同期とかにたくさんたくさん慕われてる山と山子を見てると本当によかったなって心の底から思ってます。最後に組みたいって思った時に一番最初に思い浮かんだのが山子で、どうしても思い出を作りたくて、そう思ってよかったなって思ってます。本当にありがとう。あかりは泣き虫なんですけど、本当に思いやりのある子で、歌うことが大好きで、朝は高い声が出なかったりするけど、ちゃんと本番には合わせてくるし、そういうところ後輩だけど尊敬してます。私はあかりの声が大好きなので来年銀年のステージで歌ってるあかりを見たいです。一緒に組んでくれて本当に一緒にいてくれてありがとう。幸せでした。ありがとう。はい、すいません、ありがとうございます。じゃあ最後の曲に行きたいと思います。最後の曲は、ザ・ヨーグルトさんで春はグラデーションという曲です。明るい曲なので皆さんにも楽しい気持ちになって終われたらなと思っています。え？ちょっと鼻血が出てきた。あそこにキッチンペーパーあったよね。動画で残るんだよね、ここ。チャプターでこのレイヤー話みたいな、レイヤー話タイムみたいなので。
長年は奇跡ね Synchronicity このような社会人になったのでボタンを押せば切り替わるそんな気のないよね春が踊り風踊り私たち次の季節へといざなってどうかお手柔らかにハンドグラデーションでだんだん街を染めてくからさそれでいい心ほらまだつぼみでもShut up.